はい、今日はね、亀たちをこのシャインマスカットのブドウの棚の中で遊ばせたいと思います。こんな感じですね。はい、今ブドウ棚の中に入ってきました。ちょっと今夕方になっちゃってちょっと寒いんで亀が縮こまってますけども、どうですかね。これ横にあるのがシャインマスカットの苗木ですね。つい最近知人にいただきました。こんな感じ。横の梁のところまで2メーターあるんですけど、まだそこまではいかないですね。この中をカメたちが悠々と散歩しております。ここだったらね、これ屋根もあるんでカラスとかに襲われる心配もありません。普段あんな狭いケージの中にいるから自由に動き回れて嬉しいんじゃないですかね。多分ほっとくと穴掘って逃げちゃうんで、ここはよく見てないとね。ちょっと夕方になって寒いかな。撮影が仕事でちょっと遅くなっちゃって、風も吹いてきましたね。早くこのシャインマスカットも大きくなってほしいですね。そしてカメたちは縮こまっちゃうな。外散歩することなんてほとんどないからね、ちょっとびっくりしてるのかもしれないですね。気温は20度弱はあると思うんですけど、風がちょっと吹いてるから寒いですよね。少し寒いかも。アラブ系は隅っこの方で網があるから出れないんだけどね。ほらダメだ、爪をやめてくれ。ちょっと爪を、真夏になればね、元気にこの中を動き回ってくれると思うんですけどね。よいしょ。
ダメだ、丸まってしまいました。じゃもう少し暖かくなってからまた散歩動画撮りたいと思います。それではまた。